前に三島を継ぐ資格があるか見せてもらうぞ。わしが率いる三島財閥主催の格闘技大会、そこは史上最強を求めた格闘家たちが全世界から集う武の共演じゃった。あまたの格闘家たちも所詮わしの敵ではなかった。奴以外は奴はわしから全てを奪い去った。力こそ全てだ。俺は手に入れた圧倒的な力。この大会が俺の波動を飾る最初の一歩となる。戦いの価値、俺は一人の女に出会う。恐れることなく近づいてきた風間純、不思議な女だった。セイヤー、勝ち進んだ俺の前には、生きていたとはな。まさかこの俺が。貴様は俺の手で必ず。三島財閥当主の座に返り咲いたわしは、ある伝説を耳にする。古来より南米の奥地には刀身が眠るという。究極の武を手中にできるというその伝説にわしは魅せられた。しかし探索は失敗に終わる。俺は母がいてさえくれればそれでよかった。なぜだ。その頃俺は母の遺言に従い三島平八のもとに身を寄せていた。力だけを求めていた。圧倒的な力。俺は平八に勧められるまま大会に参加した。そして奴は現れた。母の仇を前にした時、力のためには血縁の死さえ厭わない呪われた三島の地。あの時何があったのか思い出せない。陣の行方を追っていたわしは一枚の写真を入手する。そこには全身に火傷を負った男の姿が映し出されておった。間違いない、この男は。写真の男が和也だと確信したわしは、遺体の行方を追っていくうちに G 社という
新興企業に行き当たる。爺者は入手した和也の遺体から遺伝子データを解析し、新たな人体を生み出そうとしておった。事実を知ったわしは鉄拳衆を率い、爺者研究施設へと向かった。生きておったのか。やつを消せ。手段が問わん。まんまと取り逃がすとは。だが和也よ、三島財閥当主の座をかけたこの大会、無視することはできまい。舞台は整った。あとは現れると思っておった、ジン。カズヤをしのぐほどのその力、わしがもらう。私は諦めんぞ。いつの日か必ず。何者じゃ、貴様ら。三島もこれで終わりだ。その頃俺は、あの時俺の中で何かが、50年前息子である平八から全てを奪われた男、三島甚八、かつて最強の剣士と呼ばれた男に俺は勝った。そう、力こそ全てだ。当主となったジンは世界に対し独立と宣戦を布告した。ジンは言う、圧倒的な力で全てを終わりにすると。三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃、爺者が三島財閥の前に立ちはだかる。その頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた。俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか。俺は志を同じくする者たちと共に鉄拳衆全兵力の半数を引き連れ、三島財閥からの反乱を決意する。そんな中、爺者は仁に莫大な懸賞金をかけると発表。爺者の発表に呼応するように三島財閥は大会の開催を宣言した。大会が進行する中、ジンの行方を追い中東の遺跡に向かった俺たちは、太古の化け物アザゼルの復活を目の当たりにする。自ら戦争を引き起こすことで世界を負の感情で満たし、アザゼルを復活させ、アザゼルもろとも追消滅することで世界を救う。それがジンの真の狙いだった。果たしてそれは正しい道だったのだろうか。
消息不明となったジンに代わり三島財閥の当主に返り咲いた兵八はデビルの力を持つカズヤをおびき出すためザ・キング・オブ・アイアンフィスト・トーナメントの開催を宣言する。その裏で消息不明となっていたジンを救出した俺たちはアジトに潜伏しながら攻勢に出るチャンスをうかがっていた。やがて三島財閥とジー社による戦争は苛烈さを増していき、ついに平八と和也の戦いに決着の時が訪れる。貴様からは全てを取り戻す。戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけだ。決着はついた。しかし和也は三島財閥を壊滅させた後も世界を侵攻し続けている。平八亡き今、和也を止めることができるのは俺たちだけだ。ああ、デビルの力を持つ者として、和也は俺が殺す。7年前、屋久島で暮らしていた私とジンは、後にオーガと呼ばれる存在に襲撃されました。ジン、逃げて。けれどジンは私を守るためオーガに挑み、倒されてしまった。せめてジンだけでも。私は一縷の望みにかけ、オーガをある場所へ誘導しました。そこは風間家に伝わる神秘の聖域。その聖なる力を借りた私は、かろうじてオーガを退けたのです。この歌は。深い傷を負った私の耳に聞こえてきたのは風間の子守歌。不思議な力に導かれ、私は古の祭壇で眠りにつきました。まだ私は